はい皆さん覚えてますでしょうか2週間前に2,500円で購入したあの噂の肥料 HB101 小松菜に与えて2週間が経過しました果たして本当に効果があるのか実証してみましょう はい2週間の間週2回、えー、水やりの際に HB101 を混ぜて小松菜に与えてきました、えー、それでは小松菜がどうなっているか確認しましょうどうでしょう皆さんこの左側が普通のお水を与えてきましたでこちら右側が HB101 を与えてきました こうやって見ると完全にこうして見ると完全に右側の方が大きいですねちょっと虫に食われているやつもあるんですけど大きさに関しては HB101 を与えた小松菜の方が大きいです 栽培の条件はあ同じです。種まきも同時に行いましたし、日当たりも同じぐらい当たっています、はい。こうやって見ると、右側の方があ1週間分ぐらい成長が早いって感じです。はいえー、っと今回、小松菜で実験をしてきましたが、この HB101、確かに効果はあるようです。こういう 小松菜のの成長の差を見ているとね。ですので続いて人参に HB101、えー、こっち右半分の人参に HB101 を与えてみて成長に差が出てくるのかを実験してみたいと思いますはい、人参にも1000倍に薄めたものを使いますキャップで1ミリリットルの HB101 を 1>, 1リットルの水に加えて混ぜます週2回 HB101 を与えようと思いますさあ人参にも効果があるんでしょうか期待して待ちましょう